G1 日本ダービーイコール2024年5月26日日曜3歳東京競馬場芝2400メートルニホトレ戦7年ウォッカ以来17年ぶり史上4頭目となる牝馬でのダービー場を目指すレガレイラ主戦のルメールが安城に戻り勝負気配が漂っているサツキ賞6着からの臨戦となるが 木村調教師は折り合いの心配のない馬。2400メートルを走り切るだけの素養はあるので、エネルギーを貯めてレースに臨めれば。ここを制し、すでに登録を済ませている外線紋賞へと向かえるか。参戦参照のシックスペンスは、川田との初コンビで大一番に挑む。最終追いに起乗した川田は、精神的にとても穏やかでいい雰囲気。 ポテンシャルの高い馬というのを感じました。何の心配もなく望めると思います。国枝、先生に、そして旧舎に、ダービーの称号を届けたい。僕にできる精一杯の仕事をしたい、と、今年を含めてダービー挑戦があと2回となった国枝調教師のためにも、最高の騎乗を誓った。2歳児は、世代トップクラス、の評価を受けながら、 順調さを欠いたゴンバデカーブース。それでも休み明けの NHK マイル C を4着に構想し、ダービーへと駒を進めてきた。堀調教師は、レースを使った後は、はっきり上昇しています。順調に来れています。距離への不安はあるものの、叩かれての上昇度も加味すれば、元々の能力から大がけがあっても驚けない。立東トレセン。 史上8頭目となる無敗でのサツキショーダービー2冠を狙うジャスティン・ミラノ。ダービー現役最多3勝トレーナーの友道調教師はこのレースに向けて、ちょっとテンションが上がりやすい馬なので日頃から落ち着くように調整してきました。と話し、走る姿を見ていると、ゆったり走れる感じになってきました。とその効果を感じている。荒馬の後から急成長して、 今までうちにいた馬の中では一番成長が著しい馬だと思います。とまで言うのだから、自信は相当なものだ。青葉将組から初の体幹を狙う北山ブラックの弟シュガー君。兄の主戦も務めた竹豊は、前走よりさらにいいレースをしないと、通用するメンバーではないので、と冷静に相手関係を見つつも、心配機能と言いますか、 全力で走った後もすぐ呼吸が落ち着くのは似ています。と兄と似ている点を挙げる。何回乗っても何回勝ってもこのレースに対する思いは薄くならない。と自身の歴代最多勝を更新するダービー7勝目に挑む。矢作厩舎からは2頭がエントリー。外国サンバ初の部位を狙うのは新エンペラー。タッグを組む堺は、僕自身は今年サウジダービー。 UAE ダービーを勝たせてもらって、ダービーを全部勝つつもりだったんですけど、三着だったケンタッキーダービーで悔しい思いもしましたので、いい結果を出したいと思います、と決意表明した。ミスター・ジーは当初二分の一の抽選対象も、里のエピックが東京ダービーに回ったことで無抽選での出走が叶った幸運がある。荒木助手は、ボバにしては悔いが細くて、 元々キャシャに映る体つき。ここへ来て分厚く見せるようになってきたあたりで成長を感じています。といい意味での変化を打ち明けた。